皆さんこんにちは、サチです。動画をクリックしてくださってありがとうございます。どうぞごゆっくりご視聴ください。今日は前回に続き、ロチェスターに旅行に行ってマンハッタンとは全然違うなと思ったこと、大麻が本当に蔓延してきたなと思うこと、そして小さな交通事故に遭ったことをお話ししていきたいと思います。その前に、大麻と車ということでコメント返しをしながら思い出したマリファナのタクシーについてお話ししたいと思います。多分1995年頃かそのちょっと前だったと思います。当時私はアッパーウエストサイドに住んでいました。ダウンタウンで集まりがあり、夜遅くなったのでタクシーもまばら、しばらくしてようやく空車を見つけました。乗り込んでみると、タバコとは違う変な匂いでした。当時はマリファナの匂いだと確定するほど知識もなく、何より疲れていたので、そのまま行き先を告げると、若い白人の運転手は、早く送り届けてあげるよと言って、ものすごいスピードを出したのです。ゆっくり運転して、スローダウンと叫んだのですが、今、感覚が鋭くて、集中力がすごいから絶対に事故にならない。自分の運転は最強だと言って、どんどんスピードを出しました。ここで初めて運転手がマリファナを吸っていたとようやく分かりました。ニューヨーク市内の制限速度は25マイル以下、約40キロ以下です。そこを60マイル、96キロ、70マイル、112キロも出して、信号もほぼ無視でした。8番街だったので、道幅も広く、交通量は他より少なかったのですが、それでも右に左に揺れながら他の車を追い抜いていく運転だったので、もう死ぬかもしれないと思いました。なぜパトカーが来ないんだろう、捕まえてくださいと祈りながら乗っていましたが、到着までパトカーはいませんでした。幸い事故にならずに済みましたが、本当に恐ろしかったです。20ドル札を出して、お釣りもレシートも受け取らずに、とにかく離れたい一心で降りました。本当を言うと、レシートをもらっておけば、後でニューヨークのタクシー協会に登録番号を報告して調べてもらえたのですが、その時はそこまで頭が回りませんでした。大体、マリファナを吸いながら運転するなんて自殺行為です。ところが、今回の旅行では、そういう人が他にもいたことを身をもって知りました。それは、全米に展開しているレンタカー会社、エンタープライズのロチェスター支店に行った時のことです。あらかじめ申し込んでいた車に乗り込むと、むっとマリファナの匂いがしました。びっくりして、車を変えてくれと言いました。前回もお話ししましたが、マリファナの匂いは別名スカンクというくらい悪臭です。いくら薄まっていても不快な匂いに変わりはありません。しかし、コロナの影響でレンタカーの数が限られていて、キャンセルが出ない限り、他の車に変えられなかったため、空気洗浄をやり直してもらって、その車に乗りました。洗浄後は洗剤の匂いに紛れていましたが、それは短い間だけで、スカンク臭はずっと残っていました。車に戻るたびに換気しながら、フィンガーレイクスやそこに流れ込むたくさんの滝がある州立公園を回ってきました。砂岩が氷河の圧力で薄いパイ生地のように堆積した、私にとってはとても珍しい岩の造形と、そこを流れる透明な川や滝を楽しみました。また、道端には無人の販売所があって、そこで買ったトマトがみずみずしくて本当に美味しかったです。ちょっと前にツイッターや動画で1パウンド、だいたい400グラムで 6.99 ドル、950円で売っているマンハッタンのトマトの写真を載せましたが、その後、11.99 ドル、1640円のトマトも出回っていて、あまりの値上がりにうんざりしていたところでしたので、取れたての大きなトマトが1つ1ドルなんてびっくり。そしてその美味しさに感激でした。フィンガーレイクスはその名前の通り、5本の細長い湖が、まるで人の指で引っかいたような形をしています。整備された州立公園の滝巡りや、自然のままの湖畔の景色や、ところどころにある小さな村や町を楽しみながら、草
臭い車でしたが、湖と滝巡りを堪能しました。最終日、午後5時にレンタカーを返すことになっていましたので、朝早起きをして車で2時間ほどのナイアガラの滝に向かいました。アメリカの高速道路は日本の高速道路ほどきれいに整備されていませんが、片側4車線から時には6車線以上あっても、標識の遠いに進めば、特にスマホとつなげれば、いつどの車線を走るべきかまでを懇切丁寧に教えてくれるナビもあるし、難しいことはありません。夫は40年以上、私は30年以上マンハッタンの生活でしたので、ずっと車を持たないでいました。私は日本の運転免許証を持っていますが、アメリカの免許証を取る必要を全く感じませんでした。そんな生活でしたので、夫が運転するのも久しぶりでしたが、それでもまずまずスマホの言う通り運転して、ナイアガラの滝、国立公園の入り口という地点まで来ました。朝9時半頃のことです。そこで小さな交通事故に遭ってしまいました。ことが起こったのは、ランドバウトという円形の交差点で、丸の部分に入るときには一旦停止、丸の部分から出るときには停止せずにさっさと出るというのが原則です。丸の部分は常に車が流れていて、進入してくる車が間合いを測る。そうしないと丸の中で渋滞してしまうからです。ナビの通りに指定された出口からさっと出ようとした時のこと、私たちから見て右から進入してきた赤い車が、すぐにも停止するぐらいのスピードでしたが、実際は停止せずに進んできました。え？なんで入ってくるの？と思った時には、鈍い音がして接触したのがわかりました。他の車の迷惑にならないように、10メートルほど進んでから車を止め、ああ、これで今日の予定は終わり。レンタカー会社にいくら払うんだろう。保険でカバーされるのかな。夫の免許から点数が引かれたら嫌だな。その前に、ぶつかってきた人が変な人だったらどうしよう、と、いろいろな心配でいっぱいになりながら外に出て、赤い車に近づいていくと、70代後半と思われる白人夫婦で、奥さんが運転席に座り、ご主人は警察に電話をするからと言って、車の中に座ったまま電話をかけていました。私は車の状況をまず写真に撮ろうと思ってレンタカーを見ると、こんなかすり傷です。ちょっとペイントが剥げたかなという感じでした。相手の車は？と思ってそちらを見ると、これはかなりへこんでいました。あのスピードで、あのタイミングで、ここまで凹むという感じですが、かなり広範囲のパーツを取り替えすることになるのではないかと思いました。お互い外に出て、無然としながらも挨拶し、怪我がなくてよかったと言いつつポリスを待ちました。夫同士は立ったままいろいろな話をしていました。こんな時によく笑って話ができるなと思いましたが、この時夫は、相手の夫婦が毎年結婚記念日にナイアガラの滝に来ていることや、リタイア後の生活を楽しんでいることなど、世間話に加えて、過去50年間に13回も車をダメにして、この車が14代目だという、ちょっと怖い情報もゲットしていました。50年で14台というのは、平均して3年半に1台です。これは、あんまり普通じゃない気がしますね。そうしているうちにポリスの登場です。両者の話を聞き、2台の車の傷を詳細に調べた後、全員の ID と車の保険証書を持ってポリスカーに戻り、iPad のようなもので作業していました。私は暑いのと、なんだか疲れてしまったのとで、臭い車に戻り、スマホでニュースをチェックしていました。多分30分ぐらい経ったと思います。夫が呼ばれてポリスと話をして書類を受け取って戻ってきました。どうだった？と聞くと、一旦停止しなかった相手が 100% 悪いので、運転をしていた奥さんは減点、こちらの落ち度はないから減点なし、車は保険でカバーできるということでした。事故が起きてから1時間以内にすべて片付き、ほっとしました。そしたら、ヒヤッとすることを夫が言いました。夫は実は
警官か相手のどちらかがレンタカーに入ってきたらどうしようと思っていたそうです。そう、染みついたマリファナの匂い。警察がもし運転席に近いところに来たら絶対に分かったはず。マリファナで灰になっていたと思われたら私たちにも責任があるとされてしまったでしょう。そんなことに考えが及ばず、私は車に戻りましたが、夫はポリスが臭いレンタカーに近づかないように、炎天下でも相手の車に近いところに立って、話に花を咲かせ、ポリスとのやりとりもそこで済ませて、ポリスカーが去ってから車に戻ってきました。もし警官がそれぞれの車で調書を書くというスタイルだったら、いくらレンタカーが最初から臭かったと言っても、疑惑は残ったことでしょう。自分たちが危ない人と間違えられるところでした。今回は幸い小さな事故で済みましたが、アメリカの交通事故数は年々増えています。2021年には交通事故での死亡者の数は 42,915 人になり、これは2020年より10.5% 多く、毎年増加の一途です。日本の人口はアメリカの約3分の1ですが、日本の2021年の交通事故死亡者数は2636人で、約16分の1です。アメリカとは正反対で、日本の死者数はデータが残る1948年以来最少であり、5年連続で最少を更新しています。素晴らしいことですね。日本の改善精神がここでも発揮されていると思います。アメリカは車社会であるために小さな事故も大きな事故も多いのかもしれません。今回停止せずにぶつかってきた夫婦のように3年半に一度車をダメにしてしまうような使い方をする人ももしかしたらたくさんいるのかもしれません。そして大麻を吸引しながら運転する人々も確かにいるわけで、彼らは少数派であってほしいですが、このところのアメリカでの交通事故の多さに大麻の合法化が何か関係があるような気がしてなりません。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われましたら、高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。